バハカリフォルニア州にあるバハカリフォルニア半島で毎年11月に行われるスコアインターナショナルが主催する自動車と二輪車のデザートレース。バハ1000はバハ500、サンフェリッペ250等を含むチャンピオンシップの一部である。早々高距離約1000マイルのタイムを競い半島の端から端まで不眠不休で走りきる世界最長のノンストップレースにして 最も過酷と言われている。初開催は1967年。メキシコのバハカリフォルニア州にあるバハカリフォルニア半島を舞台に毎年11月に行われている。約1000マイルのコースのタイムを競い、コースの大半が砂漠で乾燥率は約50%と非常に厳しいレースとして知られている。メキシコではバハミルの発音で呼ばれる。 バハ1000の他にも毎年シリーズ戦としてバハ500、サンフェリッペ250等が行われている。ヨーロッパスタイルのダカールラリー等のようなリエゾンと呼ばれる移動区間と SS と呼ばれる競技区間の構成とは異なり、スタートからゴールまで昼夜通して休息時間なく走行し、タイムを競う。途中のピットでメンテナンスや燃料補給、ドライバー交代が行われる。 ドライバーやナビ、ライダーは一人だけでなく、途中で交代しても良いが、あえて一人で挑戦する人もいる。地元では20万人の観客が詰めかける、知名度の高いレースの一つであり、バハを冠した商品も数多く出ている。2006年には60台を超えるカメラと90名の、クルー4台のヘリコプターを使って撮影された、デーナ・ブラウン監督による、バハ1000のドキュメンタリー映画。 ダストとグローリーが日本の映画館で公開された。2012年の参加台数は298台、感想174台であった。アメリカとメキシコからの参加が多く、ニリンは日本からの参加者も比較的多い。最初の公式レースは1967年10月31日にノーラメキシカンセンラリーという名称で始まり、 ティファーナからラパスまでの849マイルで争われ、ビッグ・ウィルソンとテッド・マングルズの運転するメイヤーズ・マンクス・バギーが27時間38分のタイムで優勝。参加台数68台、完走31だった。1967年からは1972年はナショナル・オフロード・レーシング・アソシエーションの主催で開催された。1973年は オイルショックの影響を受け、非営利のメキシコ法人バハスポーツコミッティの主催になり、バハミルとレース名が変更された。運営の難しさから1974年はレースは行われなかった。メキシコ政府との協議により、スコアインターナショナルが主催となり1975年から再びバハ戦が行われるようになった。1992年は、 日本人の二輪参加台数は50台以上、人は150人以上の参加があった。四輪で活躍している、花輪育夫選手が初めてバッハ戦に参加したのも、この年だった。2000年には記念として、バッハ2000として2000マイルで、レースが行われた。バッハカリフォルニア半島を舞台に行われ大きく分けて、下の二通りで行われる。トロフィートラックバギー二輪四輪では、 TRDUSA の開発したトヨタ SR5 が1993年、トヨタタンドラが1998年に総合優勝を果たしている。トヨタ以外の日本車の総合優勝はまだない。ニリンでは1968年の第2回大会で早くも優勝を果たしたホンダが圧倒的に強く、1997年から2013年まで17。 連勝するなど26回の総合優勝を記録。川崎も1988年か1996年までの9連勝を含めて10勝。ヤマハが2勝を挙げている。ありがとうございます。